い、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回、お届けしていくのはパワープルアプリから、投手の能力の切れ味の効果について、検証をしていきたいというふうに思っています。で、この投手の能力の切れ味、変化球の、変わり始めが遅くなって、バッターからするとまさにキレがあると、手元で動くのですごく打ちにくい球になるという能力になっています。で、この切れ味っていう能力なんですけど、切れ味の上位効果として脅威の切れ味という効果もあるんですね。金色特殊能力の脅威の切れ味の効果についても今回検証を一緒にしていきたいと思います。今回そのために作った選手3選手ですね、右からキレなし、真ん中がキレ丸、そして一番左が脅威の切れ味という、能力を持った3人の投手、球速は130キロで、コントロールはすべて C、変化球は1種類のみ、フォークをマックスのレベル7まで上げたこの3選手で検証をしていきたいというふうに思っています。早速一番右の、投手から見ていきましょう。キレなしの投手ですね。で、今ピッチャー投げたと思うんですけど、赤い線が出てきましたね。この赤い線が変化し始めたところを表しています。ですので、ね、この赤い線が、打者によればよるほど、キレがある、打ちにくい球になるということになります。続いて今投げたのが、キレ丸の投手ですね。赤い線を見てみると、若干ですけどね、やっぱり打者寄りに赤い線が映ってると思います。で、最後に見ていただくのが脅威の切れ味を持った投手ですね。一番左です。これはもう切れ丸とほとんど変わらないんですが、気持ちやっぱり打者寄りで、フォークが落ちてるような、そんなイメージになってますね。ちょっと早かったと思うので、ここでスローでもう一回見ていきたいと思います。一番右からです。次がキレ丸、そして最後が脅威のキレ味を持ったこの3選手ですね。見ていくとやっぱり、キレなし、キレあり、脅威のキレ味という順に打者に近いバッターの手元でフォークが落ちていくイメージが、分かると思います。ですので、強いね投手を育てるときなんかにはやっぱりこのキレあるいは脅威のキレ味スキルとして持たせていくと、より打たれにくい投手が出来上がるかなというふうに思います。皆さんもぜひぜひ、脅威の切れ味、身につけた投手作ってみてください。というわけで今回はここまでにしたいと思います。最後に、こんな検証してとかですね、あるいは全く別のこんなゲームやってなんていうご要望ありましたら、ぜひぜひ、動画のコメント欄あるいはツイッターの方に、ご意見ご要望お寄せいただければというふうに思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。